こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県天理市にございますグランディールのご紹介をさせていただきます。こちら 2LDK タイプのお部屋となっておりまして、まず一番最初ご紹介させていただくのはこちらリビングのスペースとなっております。こちらのリビング、カウンタータイプのキッチンがついているリビングになりまして、非常に開放的な空間となっております。こちらのカウンターキッチン、一番のおすすめなんですけども、こういう形で区切られております。ですのでこちらのところにですね、冷蔵庫を置いていただいたり、食器棚を置いていただいたりとかしても、リビングには全く出ず邪魔になりません。非常に女性の人気の高いポイントになります。それから上にも下にも収納をご準備させてもらっております。こちらも非常に人気の高いポイントですね。キッチン周りは非常に広くて、私手伸ばしてもいっぱい一緒ぐらいの大きさですので、ご家族と多い方なんかにもおすすめさせてもらっております。こちら換気扇ももちろんご準備させてもらっております。こちらの物件はですね、至る所に収納がございまして、キッチン出ていただいてすぐのスペース、こちらも収納になっております。そんな収納のお隣には人気の設備であるモニターホンも付けさせてもらっております。こちらカラータイプのモニターホンになっておりますので、顔なんかもバッチリ見えますね。続いてそのリビングとお隣になるんですけども、洋室のご紹介になります。こちらの洋室6畳ぐらいのスペースで、まあ、窓があってですね、バルコニーに面した明るい洋室なんですけども、一番のポイントはひっくり返ってもらえれば収納です。もう本当に収納が広くてですね、もう私説明いらないんじゃないかなっていうくらい収納力がある物件になっております。非常に女性の人気ポイントが高いところだと思います。閉めさせていただけるとこんな感じになります。閉めていれば落ち着いた雰囲気でシックな感じですね。ではでは、お待たせいたしました、洗面所スペースのご紹介ですね。こちら洗面所スペースになっておりまして、もちろんシャンプードレッサーご準備させてもらっております。お隣には洗濯機置き場、そしてその奥にはお風呂となっております。こちらのお風呂、追い炊き機能付き、かつ浴室乾燥機付きのタイプとなっております。雨の多い時なんかバッチリ活躍する設備ですね。出てきていただいたら、こちらが玄関スペースとなります。玄関スペースにはですね、こういう形で下駄箱をご準備させてもらっております。上にも下にも収納部分ございますので、たっぷり物を入れていただいても大丈夫です。そこから入ってきていただきますと、左手こちらの方が洋室、もう一つの洋室になります。こちらの洋室にもですね、先ほどの洋室と同じく非常に大きな収納をつけさせてもらっています。こちらも私説明いらないんじゃないかなっていうぐらい広い洋室ですね。もう天井までありますので、どんだけ荷物入れていただいても大丈夫です。こちらの洋室は閉めさせていただくと鏡がついておりますので、鏡に使っていただければと思います。以上でグランディールの説明を終わります。詳細は当社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸の正木は皆様のお部屋探しを応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。